STS-29 はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトルのミッションでありディスカバリーを用いて地球の軌道に TDRS 衛星が投入された。1986年のチャレンジャー号爆発事故後3度目のミッションであり、1989年3月13日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。STS-29 は ディスカバリーにとって8度目の飛行であり、全体では28回目のスペースシャトルのミッションであった。この前に行われることが計画されていた STS-28 は1989年8月まで延期された。ディスカバリーは1989年3月13日午前9時57分にケネディ宇宙センター第39発射施設から打ち上げられた。 打ち上げはもともと2月18日に予定されていたが、3つのメインエンジンの故障した液体酸素ターボポンプを交換するために延期された。打ち上げは3月11日に再設定されたが、打ち上げ前チェックの際に発見されたマスターイベントコントローラーの故障のため、さらに延期された。再再設定された3月13日の打ち上げでも、地上の霧と上空の風のため、 打ち上げは2時間近く遅れた。最も重要なペイロードは、対地同期軌道上に展開する TDRS の3機目で最後となる衛星である。3機の衛星は、赤道上空22,300マイルに止まり、そのうち2機は130度離れ、3機目は予備としてその間に配置された。飛行1日目、シャトルの燃料を生み出す燃料電池に供給される3つの局、 低温水素タンクのうちの一つが異常な圧力変動を示した。問題の調査中は停止させられ、乗組員は電力を節約するように言われた。タンクは飛行3日目の3月15日に再起動され、その後は順調に作動した。ディスカバリーは着陸地点での風が強まる前に着陸するため、計画より1周少ない地球80周の飛行を終え、 1989年3月18日午前9時35分に、エドワーズ空軍基地第22滑走路に着陸した。合計のミッション期間は4日間と23時間39分であった。このミッションの最も重要なペイロードは TDRS-4 衛星とそれに付属する完成上段ロケットであった。衛星は打ち上げから6時間以内の午前3時12分に、 シャトルのペイロードベルから放出された。その1時間後に、完成上段ロケットの1度目の点火が行われ、円形軌道にするための2度目の点火は12時間30分、行われた。衛星は、成型41度の地点に配置された。ディスカバリーは、2つのシャトルスチューデントインボルブメント、プログラム実験を含む、その他8つのペイロードも運んだ。シャトルスチューデントインボルブメント、 プログラム実験の一つでは小さな骨片が除去された4匹のラットを用いて宇宙飛行環境が骨の治癒にどのような影響を与えているかが実験された。もう一つでは32個の鶏卵を用いて宇宙飛行環境による鳥の肺の深いの影響が実験された。ペイロード米で行われたある実験では部分的成功とされた。 将来のフリーダム宇宙ステーションの冷却系として計画されていたスペースステーションヒートパイプアドバンストラジエーターエレメントの30分未満の連続運転に成功した。ただし装置の設計、特に連結管の部分に不具合があり完全な成功にはならなかった。その他の実験はすべて成功した。プロテインクリスタルグロースではすべてのタンパク質から結晶が得られた。 生物科学実験のクローマソムズプラントセルディビジョンインスペースは根の発達における微小重力の効果を示すために行われた。IMAX の映画ブループラネットのために 70mm の IMAX カメラを用いて洪水、ハリケーン、山火事、火山の噴火など様々な場面が撮影された。またオービタを標的として用い、ハワイにある アメリカ空軍マウイ工学観測所で構成の実験が行われた。NASA はジェミニ計画の時から宇宙飛行士のために音楽を用い始め、アポロ15号の時に初めて気象のために用いた。それぞれの曲はしばしば宇宙飛行士の家族が特別に選んだもので、各々の,の乗組員にとって特別な意味を持つものか、日々の活動に適したものである。ありがとうございます。